ャンネルです。今回はマックでゲットしたこのコーデとこの IC カードを使ってアイカツスターズをやってきたので、その配布結果を紹介します。ちょっと時間が経っちゃったんですが、実は6月18、19日にプレイしてきました。まとめてご紹介します。じゃーん。ちなみにですが、マックのハッピーセットで揃えたコーデはこちらです。で、これが記念すべき1枚目です。髪の色がピンクで、目がピンクにしました。名前があんこ星です。これは持っていったこのコーデの色違いを作ってみました。スカイリリーブラウスです。続けていきます。これは持っていったこのホワイトリリースカートの色違い、スカイリリースカートです。次はこちら、持っていったこれと色違いのスカイリリーシューズです。こっからサマーフラワーのやつをやってきました。パープルオーキッドシューズ、パープルオーキッドアクセ、これが揃ってて、あとトップスだけなんですが、マックのおまけで揃えるしかないのでちょっと難しそうです。はい、こちらは全部ゲーム機だけで揃うファインマリーゴールドトップスです。シャイニースマイルです。キーン。次にノーマルが出ました。クリスタルナイトスターパンプス。キーン。次にスプリングアクセコレクションやって、パンクチェックアクセが出ました。チャキーン。こっから6月19日になります。ファインマリーゴールドアクセ、チャキーン。でノーマルのクリスタルブラックレースサンダルです。で、ここでマイキャラの髪の色を変えました。髪の毛の赤がちょっと濃くなりました。チャキーン。あれ、また戻った。ブルーローズシューズです。これはサマーフラワーのやつです。チャキーン。でノーマルでチェーンフルーティージャケット、チャキーン。スターダークスノーパンツ、チャキーン。リボンブルーフラワーミニスカート、これ可愛いから揃えたいです。チャキーン。でこれで白鳥姫ちゃんでプレイしてみました。クリスタルナイトスタートップスです。チャキーン。ついにレアのシトラスティータイムトップスが出ました。すごい可愛いです。すごいレアが少ないです。で次にそれの色違いを作りました。ミントティータイムトップス。次にまたノーマルが出ました。クリスタルナイトスターフリルパンツ。これさっきのやつとコーデな気がします。あ、これだ。これとコーデです。あとトップスだけだね。次にポッピングハートフリルショルダーが出ました。すごい可愛いです。次はなんとチャキーン。プレミアムレア、プレミアムレアのスパイスロックブーツが出ました。スパイスコードのすごい可愛いコーデです。ノーマルのアピールポイントが350とか300あたりで、レアがこれが650、このキャンペーンが500で、これがなんと800です。おー、全然数値が違います。すごいね。でここにはプレミアムスプリングって書いてあります。多分春のプレミアムレアのコーデだからこうやって書いてあるんだと思います。次です。じゃん。ポンモーニングハイヒールです。かわいいです。次にレア、レアだ。レッドゴシックストライプブーツが出ました。キーン。最後にゴシックストライプリボンが出ました。これとコーデです。これのアクセです。今紹介したのはちゃんと排出順ではありません。でも1枚目だけこれです。それだけ覚えてます。最後にその時配布していたカードを紹介します。ハッピーピクニックトップスとプレミアム学生証です。あと白鳥姫ちゃんのブロマイドカードがもらえたはずなんですけど、それは余っていませんでした。残念。きっと人気なんだと思います。以上。
アイカツスターズのハイツケカでした。アンコー、またやってきます。バイバーイ。また見てねー。